ごきげんよう、私です。救急キットの点検のため参りました。救急キット、普段部屋のどこに格納されているのかあなたは把握できていますか？はい、そうです、寝台です。他にも非常用装備が複数セットされていますので、緊急事態の発生時にはまず落ち着いて寝台下の装備を確認、必ず所持の上で避難行動を。よろしいですね？はい、もう一度よろしいですね？はい、よろしい。それでは救急キットは新しいものに交換しておきます。念のため内容物に漏れがないかあなたも確認しておくように。よろしいですね？よろしい。日頃より衛生と清潔を心がけなさい。それでは。